はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは続きをやっていきたいと思います。とりあえずこっちの解放軍のアジトですね、に行くんですけども、これってさ、鹿としてさ、こっちとか行けんのかね行けそうだけど、ちょっとそっちに行く勇気はないんで、先にアジトへ行きましょう。なんかいる。ここは解放軍のアジトだ。怪しい奴は通さないぞ。え、あの、僕らは。はい、そう。ふざけないでください。アルム君たちが驚いていますよ。ああ、ルカ。生きてたんだ。南の砦でくたばったかと思ったぜ。そいつが噂の英雄マイセンの孫？え。クレーベは奥に。なあ、さっさと行きなよ。お待ちかねだぜ。ああ、ちょっと。え、何？奥は魔物が出るから気をつけなよ。え？アジトなのに魔物が出るのかい？アジトつっても、ここは寂れた地下墓地を勝手に使ってるだけなんでね。どうも、ミラの力の近くには魔物が湧きやすいらしい。いくら倒してもキリがないんで、最近はほっといてんのよ。ま、ここの魔物にやられるくらいなら、解放軍で戦うなんて無理ってことさ。せいぜい頑張れよ。なんだかとんでもないところに来ちゃったな。ん？一応ちょっと調べよう。床。はんはん。特に何にもないかな。奥とかも何もなさそうだね。じゃあ移動で奥に行きましょう。ダンジョンか、まあ、とりあえず探索はこのメンバーで別にいいでしょう。解放軍のアジト。地下に広がる巨大な墓地。身分ある人々の眠る由緒正しき場所だ。あ、いるね。しかし、うろついてるね。今は発見された。なんか怖い。死者の不朽に満ちている。はや、早くないか。ほら、これどうすっかね。まあ、まずはこれちょっと前線に出そう。強いね全員ぶっ倒せんな。ヒットポイント高っ。30とかあるんだ。効かんわ。お役に立てましたか。で、左はじゃあこいつらに任せるか。で、できればちょっとやっぱりペガサスナイトで倒したいよな。よし、レベルアップ。おお、いいねいいね。こいつめっちゃラッキーだな。ラッキーマンだ。あとは一応遠くからでも、あ、そうか、ここ B だから、これにしてサンダーかけて、でそこから弓で狙うと。すげえな、ここも届くのか。弓ってすげえ扱うの難しそうだけどね。うおお、めちゃくちゃレベルが上がった。めちゃくちゃレベルが上がったっていうか、経験値がめちゃ上がったけど。ヘックショイだし。あ、スナイパー、スナイパーになりたい。僕に任せて。あいつはボス的な存在だったのかな。届くかな。さすがに無理だな。届かないわ。こいつも届かないか。川の盾の戦技入れ替えを取得した。まあ、あんま使わなそうだな。私のように完璧な勝利ですわ。
あ、シルクそうだ、なんかやっとけばよかったな、もったいなかったな経験値が。とりあえずここら辺は漁るか。好き放題やりすぎだろ。金が出てきた、金をパクろう。よし、で逆サイ、え逆サイってなんか、うおー敵がいる、とりあえずぶん投げる。強そうだ。どうする、ちょっと一回戦線を下げるか。ここにしてアーチャーも下げて、そっか、ここら辺まで来るのか。よし、この布陣で行こう。迎撃布陣、完璧なる迎撃布陣だ。効かぬわ。やばい、アーマー強いな。グレイとかもな、早く。お、あ、そうか、これはあれか、武器を外すと元に戻っちゃうんだね。この人が覚えないとダメなんだね、戦技は。だってアーマーなんて今レベル1でしょこいつ。ちょっと待ってね、この魔法使いが若干レベルが低いぞ、5だから。結構楽しかったよ。でこいつはこいつでちょっとレベルを上げたいからリカバーをかけよう。ありがとう。に、まあ防御力が上がったからいいかな。上がりたいもんがわりかし上がってくれるからね。すげえ、弓いいね、やっぱり弓なんだよな、ファイアーエンブレムって。いや2作品しかやってないけどさ。さて、このペガサスナイト系をどうするかな。とりあえずこれで減らして、ほら。クレア、エフィ、これは戦闘後の経験値でちょっと稼いでいく感じかな。気持ちのいい勝利でしたね。アサロー、もう一回聞いたらやだな。これでもさ、戦闘しすぎるとなんか疲れるんだよね。そういえば金だ、金、救援。救援っていう表現でいいのかな。あとはこっち、わりかし広いね、地下墓地。あれ、あ、これさ剣壊れるでしょう、どう考えても。宝箱がある、パクっちゃおう。あ、弓が出てきた、鉄の弓か。なんでさ解放軍さ、ここら辺のあれ取ってないの。普通解放軍に持ってかれてるでしょ、もうかじったパンとか。誰のかじった後だよ。いや、なんか来てる。ほら、まさか発見されるとは。うお、超いっぱい出てきた。ちょっと待って、これは待て、少し左へ逃げよう。あーちゃんも少し退散して、壁を作ろう、壁を。こうだな、これで迎え撃つ。ルカがすげえレベル上がりそうだな。そうすると、ルカかっこいいわ。マジで、いやーかっこ悪いわ。よし、いい感じに減ってるね。ルカはねぶっ倒すからね。お、残った残った、いいねいいね。この敵の数は
減らして、でこいつらは機動力があるからね。ただ一体一体はそんなに強くはないのか。こいつもどうしよう。こっからリザイア、なんかさ、ゾンビにリザイアかけたらさ、逆に吸収されそうなイメージがあるけど、まあ、そういうのはないのか。ここででもだいぶ殲滅できるかな。ここはもうサンダーを使っていこう。で、倒す。はい、おしまい。で、こいつはここ、裏をかけたと思いましたか。微妙に残るな。いや、ちょっと待って、魔法使いが減るね。ここに置いとくか。大丈夫か。やはり狙われたか。まあ1かでも。逆にね、倒しちゃうとね、連続でね攻撃を食らう可能性があるから、そういうのも考えないといけないんだよね。こういう無双できるキャラはいいけどさ、わりかしダメージ食らいそうなキャラは。これどう？無駄だよ。クリティカルって3倍だっけ。ファイアーエンブレムシリーズってなんかそんな感じだよね。そう、こうやって狙われるんだよね。食らわないからいいけどさ。結局99になった。ちょっと白魔法で回復させよう。意外に減ってたな。でこいつで倒そう。いくよ。戦闘後のね、経験値をもらいたいからね、やっぱり。よし。強くなった気がする。いやー、すげえいっぱい敵いたな。気持ちのいい勝利でしたね。エフィ、99になったね。まさか補足してくるとは。じゃあこんなさ、敵がいっぱいいるところになんで本当にいるの。あ、なんか壊せそうな感じがしたけど、全然ダメだったか。特に何にもないかな。なんか出てきたね。あ、金か。金はどこで何をどう使うんだ。でもさ、こんなアンデッドさ放っておいたらさ、被害出るでしょ絶対。特に何にもなしか。ちょっと走るか。あ、捕捉されてる。あ、ちょっと待って、いっぱいいる。ちょっと待って、ちょっと一回距離を取ろう。距離を取って、あー、あっちにいるのか。あれ、こっちにもはいないか。ほら、なんか強そうな感じだったけど、またなんか強そうなやつが出てきたよ。これもまたちょっと交代戦法でいこう。こちらは多少下げても大丈夫だから、前線はこの3人でな、抑えたいよね。ここでいいか。僕に任せて。ここの、ここ、よし。31は倒せるかな。減ってるやつらか。突っ込んでった。問題はなんかあの剣持ってる強そうなやつだよな。やはり前線に出す強力な兵士が一人必要だな。部下みたいな。
鬼か、鬼っていうのもね意外に痛いんだよね。ああ援軍で来たやつらはあれか、減ってないんだ、ヒットポイントが切りつけてないから。超やだなこいつ、いや超嫌だけどなんとかなってんな。よし、じゃあまず弓、狙えるやつを狙う。でちょっとグレイはレベルを上げときたいね。よっしゃやり、よしレベルアップ。オッケーオッケーオッケー、おー剣士で、ここのマップが終わったらちょっとクラスチェンジしようか。じゃあサンダー、あファイヤーでいいな。スケルトンで、どうしようかな、4レベルか、こいつで倒そう。で、どうしようかな、ちょっとこいつ怖いんだよな。ほら、そして外すとやだな、外すとやだからこいつの射程を、大丈夫だな、よし、こいつでできれば倒したい、ただ外す可能性がある。うん、それなりに経験値はもらえたと。で、こっち側から行くか。よし、レベルアップ。1上がりか、射程が1しかない。レベル2ゾンビ、そうか、7レベルになるとあれかな、次のクラスに行けるのかな、川の盾マックスとか。シルクちょっとじゃあ倒そうか。めっちゃかわされてる。アルム見ててくれた。いやちょっとビビったねここは。楽勝だったな。楽勝だったか。で、ああいないか。あれこっち側も行けるけど、あっち側ってどうなってたっけ。ちょっとダッシュしていこう、わりかし早く進めるからね。え、広すぎでしょマジで。敵いる、出てきそう、なんかこういうところから。ん、なんか怖くする。あ、ちょっと待って、いる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 、どこだ。ちょっと剣を振りましょう。よしよしよし、数が多いね、数が。僕に任せて、負ける気がしませんわ。ちょっと待ってね、こうのお任せください、こうのいつでもどうぞ、こうのこうだな。さあいつでも来い。楽しかったよ。めちゃ狙われるね。まあただここはレベルの上げ時だな。甘い甘い。よし、やれ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 だぜ。ルカを狙ってきたか。覚悟、強い。お、こいつも
レベルが上がりそうだな。レベル自体は低いからね。どう？ご覧になりました？93。これは倒すと、倒すとっていうか戦闘が終わると99になりそうだな。ファイヤー、行くよ行くよ。僕に勝てると思ってる？完全に焼き尽くしたな。結構連戦が続いてるけど、これ大丈夫だな。僕たちの敵じゃなかったね。ああ、なんかニコちゃんマークじゃない人たちがちょっと出始めてきたな。休息を取らなくてはいけないか。飲みかけエール。さて、またなぜか取られていない宝箱。え、金今金が大量に手に入ったな。あれさ、誰かの金だったんじゃないのか。勝手に取っていいのか。あれ、ここに置いといた金がないみたいな。犯人は誰だってなったな。弁解の余地はないぞ。あれ、奥、あ、瓦礫で埋まってるか。いけないね。こっちは？これなんで光ってんの？なんか光ってる風に見えるよね。なんか壊せるんじゃないかなって思っちゃうんだけど、特に何も反応しないからな。かじったパン。とりあえずこっちの探索は OK。 あとは正面、あそこの扉もなんかな。怪しいといえば怪しい。敵がいるか。金金、よくわからんが金を拾う。反対側。とりあえず死角の時は剣を振っておこう。いつ敵が出てくるかわからんからな。ん？これは？あ、こういうのは別に拾えないよね。こんな鳴らしてるけどさ、大丈夫なのかこいつ。あ、チーズとかは勝手に拾ってくんないんだ、こういうのは。ちょっと待って、一応こっちも見て、特に行けないで、正面のこの壁、一応調べられるのか。ちょっと待ってね。急には曲がれないな、これ。こっちはこっちでちょっとな、見ておきたい。え、すげえ広いとこに出てきたな。あれもし開かないっていうオチ。あ、そうだな、きっとそういうことか。ようやく次。おお、クレア。お兄様。ああ、よかった。クレア、お前にまで何かあったら私は。お兄様、顔色が悪いわ。ごめんなさい、心配させてしまって。でももう大丈夫ですわ。アルムたちが助けてくれましたの。ああ、君がアルムだね。あ、はい。かしこまることはないさ。君は妹の恩人だ。楽にしてくれ。私はクレーベ、この解放軍のリーダーを務めているものだ。よろしく頼むよ、アルム。よろしく、クレーベ。呼び捨てか、相変わらず。すげえ、本物のクレーベだぜ。え、あの人有名なのか。ロビン、お前知らないのかよ。クレーベっつったらソフィア騎士団の指揮官で、王国一の騎士とまで言われてるんだぜ。すごい人なんだな。でもそんな人がいるのにドゼルに負けてるのか。それは言ってやるなよ。クレーベ、それで戦況の方は。いいとは言えないが、南の砦の敗北でまた多くの仲間を失った。兵たちの士気も
っかり下がってしまっている。だからこそ埋線郷をお迎えしたかったのだが。じいさんはきっと考えがあるんだよ。それが何なのか僕にはわからないけど、でも僕がじいさんの分も戦って役に立ってみせるよ。だからアルム、分かっているとも。埋線郷がおじけづいたなどと我々も思ってはいないさ。それより君に埋線郷の代わりに頼みたいことがあるんだ。え、何？僕にできることなら何でもするよ。そうかい。じゃあ言わせてもらおう。この解放軍の新たなリーダーになってもらいたい。え？僕がリーダー？無理だよそんなこと。クレーヴ、何を言い出すんだ。ふざけるのもいい加減にしろ。私は真剣だ、フェルナ。お前も分かっているだろう。ソフィア騎士団を元としたこの解放軍も今や大半は平民出身の志願兵たちだ。いくら志を同じくしても貴族である私に彼らの心をつかむのは難しい。埋線郷は一兵士から騎士となり伯爵にまでなったお方だからこそここまで国民に慕われているのだ。その孫であるアルムこそこの解放軍の旗印としてふさわしいと思わないか。ああ、思うものか。平民どもが言うことを聞かぬのであれば放逐すればよいだけのこと。フェルナ、そんなことをできる余裕が今の解放軍にあると思うか。私は賛成です。ルカ、アルム君の実力は騎士団出身のあなた方と比べても遜色ありません。クレーベの統率力に限界が来ている今、新たなリーダーとなりうるのは彼しかいないでしょう。貴様、口を慎め。私は真実を述べたまでです。南の砦には長く共に戦った仲間たちもいました。このまま戦い続けることが最善だとは思えません。待ってくれよ。そりゃできることなら何でもするって言ったけど。もちろんそこまで多くのものは求めない。実質的な軍務は今まで通り我々が行おう。君はただリーダーの座についてくれるだけでいいんだ。それで兵士たちの士気が上がり統率が取れるなら安いものだろ。これこそ埋線郷の孫である君にしかできないことだ。そうかな。アルム、私からもお願いします。お兄様のご心労は誰よりも私が知っております。お願いです。お兄様を助けて差し上げて。クレア、分かった。僕でよければやってみるよ。本当かい、アルム。ありがとう、助かるよ。でもあんまり期待はしないでよ。ああ、分かっているさ。大丈夫、アルムならきっと立派なリーダーになりますわ。ええ、私もそう思います。いい加減にしろ、クレーベ。フェルナ、俺はお前がリーダーだからこそこの解放軍に参加したんだ。それが何だ、こんな平民の小僧がリーダーだと。平民ではない、彼は埋線郷の血を引いている。その埋線だとて英雄だなんだともてはやされてはいるが、元の素性は知れたものではないではないか。あのようなもの、名誉あるソフィア貴族の風上にも置けぬわ。あんな老いぼれの名にすがるとは落ちたものだな、クレーベ。エルナ、俺は前々から不満だったのだ。もともとこの解放軍の目的は伝統ある貴族の名においてこのソフィアに新たな秩序を作り上げることではなかったのか。それが最近では軍の中枢にまで平民たちが大きな顔でのさばっている。お前の副官のフォルスやあのパイソンもそうだ。彼らは戦場でそれだけの功績を上げている。手柄を立てた者に相応の立場を与えなければ兵たちの不満が募り
解放軍など立ち行かないだろう。フェルナ、お前が平民たちに寛容になれないことは分かっている。だが我々の理想のためにも現実を見てくれないか。無理だクレイ、平民の小僧にひざまずくくらいなら俺は死んだ方がマシだ。どうやら共に歩めるのもここまでのようだな。俺は解放軍を抜けさせてもらう。さよならだクレイ。フェルナ、いいのかいクレーベ。ああ、最近フェルナンとは衝突が絶えなかった。いつかはこうなると思っていたよ。私の理想に彼が無理をしてまで付き合うことはない。これでよかったんだクレーベ。あの、僕うまく言えないけど頑張るよアレム。ありがとう。準備が整ったらいよいよソフィア城に向かうことになる。まだまだ解放軍についてわからないことも多いだろ。ここにいる奴らに聞いてみるといい。クレーヴが仲間になりました仲間になるか普通にじゃあ会話をしてみるか。解放軍兵士。ソフィア城には今リゲルの将軍が来てるんだとよ。なんでも皇帝ルドルフの甥で次期皇帝とか言われてるらしいぜ。皇帝には子供がいないからな。でもそいつすげえ強いんだって。ああ、そんなのと戦いたくねえよな。なるほど、フォルス。いや、はじめまして。君たちを歓迎するよ。僕はフォルス、クレーベ様の副官を務めている。ソフィア城にはもちろん僕も連れて行ってくれるだろう。フォルスを仲間にしますかこういう風に仲間になっていくのか。騎士団にはクレーベ様の恋人のマチルダ様がいたんだ。クレーベ様と肩を並べるほど強くて聡明なお方さ。でも土勢に捕らえられ奴の砦に監禁されてしまった。土勢は何度かマチルダ様と引き換えに降伏しろと脅してきたんだ。でもクレーベ様は応じなかった。マチルダ様もいつまでご無事でいられるか。クレーベ様の指揮や制裁を書いたのはこのことも大きいと俺は思うぜ。なるほどね。解放軍兵士。フェルナン様の平民嫌いは仕方ないんだ。何でもここ数年の日照りで飢えた領民たちが領主であるフェルナン様の屋敷を襲い、ご家族が亡くなったらしい。俺も詳しいことは知らないが気の毒な話だぜ。日照りとかしょうがないからね。とりあえずあと調べよう。草が起こってね、マナの草。他は特にないかな。でここにミラの像があるんで、とりあえずクラスチェンジをしましょう。グレイ剣士、ヒットポイント、スピード、ってかスピード高いな。防御も上がるしね。移動力も上がるか。いいね。クラスチェンジしちゃおう。立派になってくれよ。おお、立派になった。まあせいぜい頑張るけどよ。でロビン、スナイパー、ヒットポイント、ディフェンス、移動力。命中率的なのがね、上がってほしいんだよね。テクニックとかになるのかな。おお、どんどんかっこよくなる。止まるかな。テクニック6か。お、弓射程プラス2ってめちゃくちゃ射程長くなるな。でとりあえずこんなもんか。クレーベって何なの。ソシアルナイトか、レベル6そうか、もはやアルムの方がレベルが高いな。正規軍も大したことないんだな。
誰か今1じゃなかった？そんなやつはいないか。あ、そっかそっか、こいつらか。クラスチェンジしたばっかりだから。でもまあ1で大丈夫でしょう。ソルジャーのレベル4か。フォルスもあんまり強くないね、そう思うと。なるほど。別に疲労とか回復しなくていいよね。さらに奥が行けるか。ちょっと奥だけ見よう。奥へ。ダンジョンに入りますか？ああ、またこれがあるね。で、これは？守備か。守備は確かにな、大事だからな。力か。力で押し切るか。死んだらちょっとな。終わりだからな。シルクとかの守備を1上げとこう。これもまた3回かな。ルカのね、守備を上げるっていうのもね、一つ手だよね。完全に前線に出てもらうっていう。アルムもただ死んだらな、終わりだからな。若干ディフェンスが弱いね。アルムをちょっとじゃあ鍛えるか。力か。どうする。いや、やはり守備だな。アルムの守備をもう1上げよう。よし。ある程度進むとこういうのがあるね。任意に上げられるってやつか。これは移動するのは手動で出ないといけないのかな。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。とりあえず仲間が結構増えましたね。まあこのまま突っ走っていこうと思うので、次回はソフィア城のところになるのかな。変なごついやつらがいたところに、行きたいと思いますので、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。